まあ、私の話はちょっと、まあ、すぐ終わるんですけれども、統合データベースプロジェクトとはということで、私たちがこういうのをやってるプロジェクトに関してお話しします。で、まあ、私自身は、まあ、こんな略歴の人間で、まあ、私はずっと大学院の時から実はそうなってしまうんですけれども、まあ、データベースを公共のデータベースを集めてきて、それを使って研究するようなことをしてまして、で、まあ、その後、まあ、日本でいっぱい、まあ、その CD に集めて、それをシーケンスして、でそのクローンを、まあ、配ってみたいなことも一部してた理化学研究所の方で、まあ、研究を、まあ、させていただいて、まあ、その後、まあ、いろいろやってて、結局またデータベースのフィールドに戻ってきて、今のところで、こんな、ライフサイエンス統合データベースっていうのをやることをやらせていただいてます。でですね、で、まあ、実はその大学院の頃に12年前にですね、ここの一部の方の先生がとまあ一緒にディスカッションした、まあ、私ちょっと若いんですけど、ここの先生あんまし変わってないなって言いたかった写真です。後で渡します、関係者に。で、まあ、こんないろいろ本見たことあると思いますけど、こんな本にもまあ関わらせていただいて、いろいろ名前は見たことある人が多いかもしれませんけど、まあ、見ての通り大体バイオインフォマティックスとかデータベースとかそんなことを、まあ、やってきた人なんだなってことがイメージとして伝わっていただければ結構です。で、まあ、こんなこと始めてるのは実は一昨年の7月、まあ、一昨年って言ってもまだ1月ですから、まあ1年半前なんですけれども、まあそこを1年半前にこんなセンターに、まあ、移ってきたんです。で、なんでじゃあこんなセンターにいますか。まあ、このセンターのことをデータベースセンターフォーライフサイエンスの略称で DBCLS っていう言葉がこれからも今日一日中何回も何回も出てくると思うんですけれども、まあはっきり言うと、まあ、私自身大学院の頃はデータベースを維持とか作るとかそういうところでいたんですけれども、で、まあ、飛び出してその後研究、そのデータベースを使った研究と、あとそのウェットの実際に自分たちが出したデータとの、まあ、解釈に使ってきたんですけど、結局ここら辺に書いてある通りで、まあそういう公共のねデータベースっていうのがしっかりしてないとですね、まあはっきり言ってライフサイエンスの研究できないとね、特に、まあ、ちょっとだけそういうふうなデータを使ってなんか論文になるレベルの研究だったらいいんですけれども、だんだんそうもいかなくなってきて、そういうのを使い倒して、まあ、よくいろいろ地位の巡りをよくするような形にしないと、まあ、はっきり言って論文誌にも、まあ、載せてもらえないんですね。論文誌に載せてもらえないってことは皆さん卒業できないと、まあ、大学院生の方はそうですね。で、研究員の方は業績にもならないと、そういう、まあ、現状が、まあ、あるわけです。で、私自身、まあ、2番目の理由に書いてますけれども、まあ、そういう、データベースとかバイオのツールとか使いましょうよっていう草の根、使い倒し系の草の根の活動を、まあ、してきた人間でして、まあ、その一つが、まあ、こういうバイオインフォマティクス AB でメーリングリスト、これ1999年からやってて、もう今年でちょうど10年になりますが、そういうような、まあ、このメーリングリストをやるだけじゃなくて、そのメーリングリストに関係した人間で合宿やったりとか、勉強会やったりとかいうこともやっててですね、その中で知り合ってきた仲間も多いんですけれども、そういう、まあ、使い倒しの活動をやってきてて、やっぱりそういうちゃんと国の機関、まあ、私なんか草の根ゲリラですね、ゲリラの活動をしてきたのがですね、まあ、国が、まあ、なんていうのかな、承認してこれが、まあ、そこのやるセンター中心ですっていうふうに言ってくれるようなところがあるんだったら、そこでやった方がいいよねっていうことで、今研究を全部やめてここにいます。研究はだからある意味やってません。で、まあ、こんな私何やってるかっていうと、こういう今もやってることがそうなんですけれども、まあ、人材を育成する活動ということでやってて、特に、まあ、この統合データベースプロジェクトでは僕らのセンターだけではできるはずないだろう、お前らは学生もいないんだからできるわけないだろうということで、こういう、まあ、いくつかの大学の先生とも協力させていただいて、まあ、やってて、特に我々のところではこういう教材を作ろうということをやってて、今日はその作ったいろんな教材というかものを使って実際に皆さんを教育してみせようという、まあ、日なので、教育されてください。で、まあ、こんな風に今やったりしているというやつですね。で、まあ、
こういう講習会なんですけど、これは皆さんに言ってもあまり、へえそうっていうぐらいなんですけれども、まあやっててですね、今年度実はこれで6回目になります。いろいろやってます。今日最初この日大でやって、日大でやった時ちょっとポスターがないんですけれども、日大でやって、で本郷でやって、で、蝦夷ってか北海道でやって、で、博多でやって、で、近江のこれ長浜バイオ大学というところでやって、で今回とっていうふうな感じでやってて、それ以外にもまあ勉強会っていうのをまあ2回ほど、まだもう1回はやってませんけれども、やってきました。で、まあ、こんな感じの活動をしててですね、まあ、やってると。で今日 の、 話あとで、まあ、何回も皆さん、このページをアクセスしてって言われると思うんですけれども、このページの後でまだここの今日やってる分に関してここにリストされてませんけれども、今日やった分に関してもここにリストされますので、あとで今日やったことをもう一回見直したいなと思って、ここからリンクすれば全部見えますから、この多分、皆さんが講習会申し込むときにアクセスしたこのページをもう一回行ってみると、全てがまた戻れますということを、まあ、最初に私だけで言わせていただきます。私自身も、まあ、こんな研究もしてて、マイクロアレイとかやってなんかいろいろやってて、まあ、この辺はもういつも使うスライドなんでもういいんですけれども、まあ、なんかいろいろやって、いろんな生物主観を比較してとか、いろいろやって、あとなんか代謝マップになんかデータ載せてみたいなことやったんですけれども、結局言いたいことはこれだけなんです。今見せたんで、いろいろまあデータを比較してとかなんとかってやるんですけど、この DB、データベースね、データベース中のなんか書いてあることが間違ってるんじゃないかっていうことによく気づいたんですね。まあ皆さんも多分気づいてる人もいると思うんですけれども、割とそのデータベースが膨大になったらですね、そのデータベース中の間違いの確率がですね、同じだったとしたら、データベースが大きくなったら当然データベース中の間違いの期待値は高くなるんですね。なのでどんどんデータベース中の間違いがものすごく目立って、まあ、どんどんみんなが見つけちゃうんですね。そういうふうな記述っていうのはアノテーションって呼んでたりしてすることもあるんですけれども、そういうふうなものが間違ってんじゃないかっていうのがすごくまあ見て、それだったらなんかもっと新しい論文にちゃんとしたこと書いてんじゃないかとか、自分が読んだ新しい論文にはそういうふうなこと書いてるぞみたいなことがすごい出てきたりすると。あとまあデータベース、似たようなデータベースがいっぱいあって、自分が興味あることをいろいろ調べてみると、あるところのデータベースで書いてるのとこっち側で違うみたいな、よくあるのがそのゲノムのアノテーションのんでアンサンブルで見たのと UCSC のゲノムブラウザで見たのと NCBI で見たのと違うってよく質問されるんですけど、違ってって当たり前なんですね。それぞれ違うところがアノテーションしたんだから。だからそういうふうなのがあるわけですね。でそういうふうなあとこれとこれの ID は太陽関係があるみたいな、太陽関係っていうのもいろんなところが出してて、その太陽関係たどってると全然違うものに行き着いちゃったりするっていうのがまあまあまああるわけですね。そんなの本当メンテナンスされてるのかなとかこうみんな思うわけです。でまあその辺が信じられないような状況だと良くないので、やはりしっかりしたデータベースを作っていただいて、その辺をなんていうのかな、やはりちゃんと研究が進むようにしてほしいですねっていうのがあって、でじゃあそういうふうなデータベースっていうのを、まあ、面倒を見るのは誰だろうとか、あとどこにあるんだろうとか、どれが正しいかとか、でどんなふうにしてメンテナンスされてるんだろうかということで、まあ、こういうふうな構築とか維持管理、特に維持管理の赤抜きにしてるのはそういう意味で、まあ、作るだけの人は割と日本にも山ほどいるんですけど、この後の維持管理するところがもう本当なくてですね、そういうことを我々のセンターライフサイエンス統合データベースセンターってところでは、まあ、やろうとしているというか、まあ、やってる やる体制を作っているところでして、まあ、そういうふうな流れでこ の、 プロジェクトをやってるわけです。でこのもう一歩前でお願いしますって言ってるのはですね、これはちょっと分生物学会で発表聞いた人は分かるかもしれないんですけれども、この公共のいろんなデータベースっていうのは本当公共トイレと公共便所と一緒でですね、まあ、男性の方は分かると思うんですけど、こういうのよく書いてあるんです。これ実は鈴掛台の駅のトイレに書いてあるやつなんですけれども、後で今見てください。一歩前お願いします書いてあるんですね。これはちょっとみんなが気をつければきれいになると。でデータベースもそうで、何らかの形で論文発表するときに、まあ俺だけ分かればいいやみたいな感じで発表しちゃうとこんな汚くなっちゃうんですね。で、まあ、その辺を、まあ、もう一歩前でお願いしますというのをみんなに呼びかけたいということで、こういうふうにやってます。で、
まあ、ちょっと話はここでガーッと変わるわけじゃなくて、まあ、関係する話なんですけれども、まあ、こういうのっていうのはデータベースの問題っていうのはもちろん皆さん英語で論文書きますから、日本だけの問題じゃないんですけれども、特に日本で起こっている問題についてちょっとだけ触れさせていただきたいと思います。でですね、特に日本だと今までのその世界的に起こっているデータベースの問題以外にいくつか問題があって、まあ、大きく4つあると我々は考えてて、そのあれで1つ目がそのデータベースが特に散在していると。で、所在情報や利用法がわからない。海外のデータベースだったら何と何があってどれを使っていいか分かりませんっていう答え質問までできるんですけど、日本の場合はどこに何があるかさえ分かりませんって、そういう状況なんですね。だから答えようもないんですね。で、そういうのと、あとなんか大きなプロジェクトで、まあ、もちろんここもそれの関係者がいるから僕はあんまり大きな声で具体で出しませんけど、大きなプロジェクトをやられてる方の成果がすごい不十分であると、これ以上言いません。自分で手を当ててください、胸に。で、あとですね、そういうふうなものがバラバラに構築管理されてて、あと検索とか解析とか応用っていうのが非常に、まあ、困難であるというふうになってます。それはですね、その先ほどできたようなその大きなプロジェクトでやったものをこれとこれを合わせて解釈したい、自分で見たいんだけどって言ったの時にほとんど不可能であると、この辺にボロボロ書いてますけど、それが言いたいだけです。で、まあ、特にここで、まあ、問題なのは日本語されてないので、初学者に非常に大変と。特に皆さん、学部生、修士の学生さんなんかだったらこの分野に入ってきたばっかりで、こういうふうな動向を知りたいのに英語で書いてあって、その英語のハードルを乗り越えた時点ではもう就職活動して外に出ていかないといけないとか、そんなことが、まあ、まあまああるわけです。で、あと、まあ、データベースの構築位置、ですね、人材が不足していると、まあ、これはまあもうさっきも言ったんですけれども、まあ、自分の国で出したデータに対してもきちんとアノテーションされてなくて、皆さんが使っているのはほとんど海外の、アノテーターと呼ばれる人たちがですね、海外で作られたものを海外のを使っているだけと、まあ、そういう現状ですね。そういうのがまあ良くないだろうと。で、一番のその根底にあるのはこういうことで、まあ、長期的な視点に立ったデータベース戦略がこの国にはないと、まあ、これはデータベースの分野に限ったことじゃないんですけどね、まあ、そういうことです。で、我々のセンター DBCS のがまあ作られて、そういうことを解決するのをやりなさいということで、できました。で、これは余談なんですけど、その皆さん今日ちょっといたらね、よかったんですけど、ちょっといらっしゃらない、あ、いる来ましたね。相澤先生がですね、これ僕に送ってくれたお花です。はい、私がこのセンターに参加した時に送ってくれたお花でして、ありがとうございます。で、革命人になろうってことなんで、今なろうと必死でもがいております。でですね、そのセンターなんですけれども、まあ、さっきから何回も出てきてるの、何やそれと、ここが我々のセンターのロゴなんですけれども、そのロゴを、まあ、ロゴはいいんですが、このセンターってのはじゃあ 何なんだって言われるんですけど、まあ、簡単に言うと、まあ、国の研究所の一つなんですけれども、国の研究所っていうのも2004年の大学院重点化っていうか、大学院を独立行政法人にした時にですね、国の研究所いっぱいあったのもそれぞれ法人になったんですけど、その時の、まあ法人の仲間として、こんな遺伝数理研、統計数理研とか遺伝研とか、なんかそういう、あと極地研とか、そういうふうなのと同じ組織に押し込められた、その情報システム研究機構っていうものの下に、まあ、できました。で、まあ、物理的には東大の本郷キャンパス内に いつもいるんですけれども、東大の機関じゃないと。で、いつもよく東大の人と間違えるんですけど、それは東大の人にすごく失礼なので、絶対やめてください。で、今ここにいますね、皆さんね。で、こちらのセンターはこっち側のフロアビューのここです。で、これは実は Google マップで我々の、講習会をマップしたものを作ったやつなんですけれども、で、まあ、拡大すると、もうちょっとこの東大の近く、これ東大のキャンパスで根津の駅があって、我々のセンターは、ここになります。こんなところにあります。で、まあ、私たちのセンターはまあどこにあってもいいんですけれども、それを、まあ、データベースを統合していこうと。いろいろいっぱいデータベースがあってよくわからないし、特に日本の中では何があるかさえわからないということなので、それをまあ統合していこうというときに、まあ、基本的な憲法みたいなのを、うちのセンター長である高木俊久先生がですね、作られまして、それも基本的な考え方っていうのが、まあ、4つあります。で、1つ目が簡
単に言うとそのデータベースの統合化っていうのはこの2年でやりますとか言って終わるものじゃないですね。2年でやったら多分2年前に始めた時と違う部分の新しいものが出てて、まあ、できないと。だから、ずっと完結しない、常にずっとやり続けないといけないプロセスですと。で、研究の進展、皆さん当然研究してて新しい種類のデータとかいろいろ出てきますよね。そういう時に応じてどんどん皆さんの要求変わりますよね。10年前だったらゲノムのマッピングのデータだけでいいって言ったのが、今は全部のゲノムの配列を読んでくださいみたいに変わってるわけで、そういうふうなものを、まあ、柔軟に対応していこうというのが一つ目で、二つ目は、一つのなんかドンこのデータベース使えば何でもできますっていうのよく聞くんですけど、そんなわけないんですね。で、そんな一つを目指すんじゃなくって、我々の、ね、研究する人たちの生産性の向上を目指しましょうと。そこに主眼を置きましょうと。ここはまあ割と皆さん、誤解というか我々が強調しないからなんだと思うんですけれども、分かれてない点で、統合データベースの時にはやっぱこれを皆さん考えてしまうんですが、これがもう基本的に我々ずっとそういうデータベースを研究してて無理だっていうのは分かってるんで、こっちを目指すことをしようと。で、まあ、ここにちょっと強調点を色を塗って書いてますけれども、まあ、言いたいことは、さっきも問題点で挙げたことと、対応してるんですけれども、データベースの構築者ではなくて利用者が、まあ、恩恵があるものとか、でまあ、全体の状況が、まあ、俯瞰できるとか、あと、まあ、できれば日本語でとか、そういうふうなことですね。そういうのが2つ目で、3つ目なんですけれども、まあ、いろいろデータベースっていうと、まあ、塩基配列とかタンパク質の配列、こう立体構造みたいにこう典型的なものだけものすごく、きれいに収まればそれでできたっていうふうにする人たちもいるんですが、そうじゃなくてこうやって扱いにくいようなものも、できればまあ、データベース化っていうとおこがましいかもしれないんですけれども、コンピューター上に乗って検索できるようにしたいと、そういうことも、まあ柱の一つです。で、これ一番大きい話なんですけども、最後の。で、我々まあ研究っぽいことやってて、研究、まあ対極的というか、全体的というか、まあ一般には研究開発やってますというふうな形になると思うんですけれども、多分大学院生の方が毎日やられている研究からすると研究じゃないようなことというか、むしろサービス事業をやってると。その我々はそのサービス事業をやってるんだということに、ことを特に考えて、まあやろうと。いうことを、まあ頭に置いてやっています。で、まあこれは手前味噌なんですけれども、まあ、こんな統合 DB が良くなったらこんなことがあるんじゃないかというのを書いたものなんですけれども、まあ、欲しい情報にすぐ行き着けるようになって、まあ、簡単に言えばここから私横浜の保土ヶ谷の辺に住んでるんですけれども、行くのに、16号線の、下道通っていくとすごい時間かかるわけですね。信号があったりとか急に人が出てきたりとか、なんかいろいろ使用するわけで、渋滞があったりするわけなんですけれども、ここから保土ヶ谷バイパス乗ると15分で着くんですね。すぐ着くんですね。それと一緒で、まあ、高速道路というか、まあ、あれ高速道路じゃないのかもしれないんですけれども、そういう、早く行けるハイウェイを作ってしまおうと。しかもそれをフリーウェイで作ってしまおうと。フリーウェイというのは要するに自由に行ける、まあ、日本の高速道路はほとんどフリーウェイじゃないわけで、保土ヶ谷バイパスは例外的にフリーウェイでただで通れる自動車道と、そういうふうなものなんですけれども、そういうものをまあどんどん作っていこうということですね。そういうふうなふうにすると、本当自分の欲しい情報にすぐ行きつけて、特に日本語の情報とかにすぐに行きつけるようになるだろうと。そうするとまあ当然なんですけど、自分の研究のスピードを加速するし、で、まあこれまで不可能だったことが可能になるんじゃないかと思います。まあ、それはまあ今、現時点では僕もよくわからないんですけど、そういうのはやはり、そういうすぐに行きつける状態にならないと思いつかないと思います。で、私自身はこういうテンサー素刺激によって遺伝子発現がどう変わるかみたいなことをずっとやってきてて、今はある意味休眠状態になってるんですけれども、まあ、そういうことも、まあ、研究サービス事業が主であるというふうなことを今ずっとやってますけれども、まあすごく早く行きつけるようになったら休みの日とかにでもこういうことができるんじゃないかなというふうに期待しながら今やってます。で、まあうちのセンターの話なんですけれども、まあ今日いろいろ話聞いてもらって
話を聞いてほしいので、僕はほとんど中身の話をしなかったんですけれども、中身の話はこれから後の人がみんなしてくれますからあれなんですけれども、その中で何か興味があるとかやってみたいとかそういうふうなことがあったら、ぜひあの私のメールアドレス簡単ですからここにご連絡ください。これセンターの人はこんな感じで、今日も何人かの人来てくれてますけど、まあ、これぐらいの人で、うちのセンターやってますということで、私の話は終わりに、前座は終わりにして、次のぜひあの黒川先生 の、 あのお話に次だと思います。